うげつ物語は1953年3月26日公開の日本映画である大英製作配給監督は溝口健治主演は森正幸慶町子モノクロスタンダード96分上田明成の特本うげつ物語の朝字が宿と邪章の院の2編にモーパスさんの勲章を加えて 川口松太郎とヨダヨシカタが脚色した。戦乱と欲望に翻弄される人々を有限な映像美の中に描いている。海外でも映画史上の最高傑作の一つとして高く評価されており、第13回ベネツィア国際映画祭で銀次首相を受賞した。大海の国びわ湖北岸の村に暮らす貧農の源十郎は畑の世話をする傍らで焼き物を作り町で売っていた。 静ヶ岳の戦いの前に、長浜が、橋場秀吉の軍勢により占領され、賑わっていることを知った玄十郎は、妻の宮城と子を残し、焼き物を乗せた第八社を引いて、長浜へ向かった。儀定の東兵は、侍になりたいと源十郎に同行する。玄十郎は大銭を持って村へ帰ってきた。 東衛は、死で見かけた侍に家来にするよう頼み込むが、愚足と槍を持って来いとあしらわれる。玄十郎は、戦が続くうちに、さらに焼き物を作りおもうけをしようと、人が変わったように取り組むが、宮城は親子三人が幸せに暮らせれば、それで十分なのに、とつぶやく。玄十郎と東衛は焼き物を構え入れ、火をつけるが、折を歩く柴田勝家の軍勢が村へ近づいてきた。 男は人足として徴用され、女は乱暴される、と村の人々は山へと逃げ出す。釜の火は消えていたが、焼き物はきれいに焼けていた。皆は裏道を使い湖畔に出て、そこから捨て船で対岸の庭師の城下、大溝へ向かうが、海賊に襲われたという品種の男が乗る船と出会い、宮城と子はやはり村へと返すことにする。大溝で拳十郎の焼き物は飛ぶように売れる。 分け前を手にした東衛は、今度こそ侍になるのだと、阿浜を振り切って逃げ出し、愚足と槍を買って、兵の列に紛れる。探し疲れた阿浜は、兵の集団に捕まり、交換された。兵から大金だと銭を投げ捨てられた阿浜は、東衛を呪う。死で焼き物を届けるように頼まれた玄十郎は、若さという上郎風の女の屋敷へ向かうが、座敷へ挙げられ、教師を受けた。 織田の長に滅ぼされたくつきの生き残りであるという若さに惹かれ、玄十郎はこの家に居つく。その頃、小岩で別れた宮城と子は落ち武者勢に見つかり、宮城は槍で一突きされ、殺されていた。一方、東米は戦に敗れ切腹した敵大将の首を拾い、自らのものとすることで手柄を立てた。 馬に乗り嫌いを連れて村へと外旋しようとする途中で、寄った宿で、遊女になり下がった、阿はまに出会い、許しを請う。町の着物屋で玄十郎は買い物をするが、くつき屋敷へ届ける余裕と、店の主は、恐れ代金も受け取ろうとしない。帰り道では、新館から思想が浮かんでいる、家族の元へと帰りなさいと悟され、資料が触れられぬように呪文を体に書いてもらう。 家族の元へと帰りたいと切り出した玄十郎を若さは引き止めようとするが呪文のために触れることができない。玄十郎は倒れ気を失う。翌朝、玄十郎は気がつくと旧牧家の屋敷跡だという野原の中で目を覚ます。金も侍に奪われた玄十郎は村へ戻るが家々は荒らされ子は村名主に引き取られていた。玄獣郎はいろで 飯の用意をする妻の宮城の幻を見て、自らの過ちを悟る。阿浜と村へ帰った東兵衛が畑を、玄十郎は焼き物作りに取り組んでいるシーンで、映画は幕を閉じる。短編集形式の、右月物語からの2編、浅地が宿と、邪章の因が原作である。浅地が宿は、行商に出た男が数年ぶりに帰ると、我が家から、かすかに光が漏れており、 出迎えてくれた妻と人夜を共に過ごすと、あたりは荒れ地になっていて、実は、妻は、死んでいてその幽霊に迎えられていたという話。邪章の院は、男が、豪邸に住む女に見染められるが、その女は、実は、もののけで、という話である。これらは、兄の玄十郎と宮城の物語に使われている。物語の大枠は、朝字が宿だが、 現十郎が長く家に帰らなかった理由が邪章の院の要素に差し替えられている。ただし多くの固有名詞や設定は異なる。主要人物の中では妻の名宮城だけが原作通りである。地理も異なるが映画の舞台の大見国は浅地が宿の主人公が岐路で病に倒れる地として現れている。本作はうつ物語の他にモーパスさんの短編小説。 勲章をもとにしているが、明確に勲章をもとにしたストーリーや設定はないものの、妻の提層と引き換えに念願の勲章を手に入れるというモチーフが弟の東米とアーハマの物語と共通している。1953年にベネツィア国際映画祭に出品され、銀次賞を受賞したのを機に、1954年にアメリカ、1959年に、 フランスで公開されるなど海外でも上映され、フランスの映画雑誌、カイエル・シネマが発表した年間トップ10では1位に選ばれるなど賞賛された。この作品も他の溝口作品と同様に、ジャン・リュック・ゴダールやジャック・リベットなどのヌーベルバーグの映画人に大きな影響を与えた。その後も批評価や監督から高い評価を受けている。 映画批評集積サイトのロッテントマトズには27件のレビューがあり、批評家支持率は100%、平均点は9.45、100となっている。映画批評家のロジャー・イーバートはこの作品をすべての映画の中で最も偉大な作品の一つと評しており、最高評価の星4つを与え、自身が選ぶ最高の映画のリストに加えている。マーティン・スコセッシは、 お気に入りの映画の一本にこの作品を選んでいる。ブフィーの映画雑誌、サイトサウンドが10年ごとに発表する、史上最高の映画ベスト10では1962年と1972年の2度のランキングでベスト10に選ばれた。また2012年のランキングでも批評家投票で50位、監督投票で67位に選ばれており、監督ではスコセッシ、マノエルド、 オリベーラ、ミカカウリス・マキラが投票した。2005年にタイムが発表した史上最高の映画100本にも選出されている。ありがとうございます。